急にお前家帰ってきて、えまあ都会へ行ってたしかし綺麗な格好になっとるの。あのね、お父さん、どうしたどうした。私実はあの人と別れてきたんです。何、向こうはと別れてきた。そうだから、あのもう一度このうちにおいてほしいんです。あのヒロシとほんまに別れてきたんだ。おい母さん、母さん、おい、あのまさこは帰ってきたぞ。なんか別れたらしいぞ。逃げて帰ってきたぞ。早く来い、大変じゃ。よ、向こうはほんと逃げてきたぞ。お父さん、え、ない。お父さん、あのそんなにちょっと大声だったの。いや、おい、これ母さん、やかまし、やかまし、あんたはもう。いや、向こうはすでに逃げて帰ってきた。静かにしなさい。いや、今私は山へ魚取りに行っとったよ。待てや。何の魚ね、まさこ。お母さん。どうなった、お父ちゃん、おきこ、あんた別れた、おきこ、もう黙ってなさい。離婚してきて、どうなったや、まさこ。あのね、お母さん、もうダメ、私ちゃんと決心してきたから。座り、まあ座り。別れてきた、はい、それ別れてきた。あんたは黙っとる、あんたは養子やから黙っとる。待てや、養子でない。分かどないしたや。いや、それも事情みたいな聞くことあるよ。あんたは黙っとる。お前よう分かれた、よう分かれた。これは大体やかましな。俺静かにしなあれ、もうほんまに。俺は大体だ、あいつ嫌いやって、はっきり言うて。何が、あのヒロシは嫌いやって。せんねん、お前ちょっとやね、ゆいのき、ちょっと10万円高かったらお前やってもうて、アホやな。違う、あの人は真面目な人やったんや。そんなことない、そんなことない。何を言ったらよう分かる。見てみ、真面目や言うたら村の人が全部データ出しとるやろ。あ、役も出たんでしょ。あんたは黙っとり、かなりな、しかし。あんたは黙っとり。そうか、あのな、あ、え、あ、あの声は、まさこ、お願いだ、待っててくれ。待て、もうあのこいつはお前を捨ててきたんやろ。お父さん酔っ払ってるんですか。酔っ払ってるやん。お父さん酔っ払ってませんよ。お父さんこっち来なはれって。お父さんこっち。ヒロシさん、あんたまた牛乳瓶みたいな眼鏡かけてない。よく悪なりましたよな。どないしましたよ、まさこ、あんたと別れて帰ってきた言うて。いや、それが、いや、もうこれはお前はギャンブルのこと。知るかしな。ギャンブルはあんたや。何を言っとるやん。自転車で売りはたいて、ほんまに。どないしたよ、まさこ。お母ちゃん言うてみ。知りません、私は。まさこ、会って出てきたかも。な、俺一人じゃ料理もできないし、洗濯もできないし、な。うん、まさこ。知りませんよ。この通りだ。帰ってくれ。まさこ、ヒロさん、ここまで言うな。しかし、情けないな、本当に女房に頭下げるなんて。いや、30過ぎて独身でいたら、この社会的な、なんかこう信用がないっていうから無理して結婚したんだけど、こんな頭下げて結婚しなきゃよかった、失敗したな。30過ぎ、あんた結婚する時私に40超えたら言えなかったよ、なんか。いや、結婚は失敗だったよ、本当に。あなた、え、私がどうしてここに帰ってきたか、まだわからないの。わからないな。どないしたいな。そんなこと私に聞かないで、自分の胸に手を当ててよく考えてごらんなさい。あんた、ほんまに手当ててどないしまん。もうちょっと下へ当ててみな。サービスでもう一つ。飛ばしなはんな。期待しとるやねんか。お父ちゃん、それ、あんたが期待してるな。なんて思い当たるうち、お前へんのか。いや、まさこ。いや、僕は本当に自分では真面目な亭主だと思ってますけど。真面目な亭主、私もそう思ってます。真面目な亭主でやってきた。そうか。え、この間4日間友達と麻雀で帰らなかった、あれで怒ってんだな。違います。違う、俺真面目な亭主なんだけどな。あ、そうか、この間あのな、ほら、朝の4時、ずっと4時、朝方帰ってきたから、それで怒ってんだ。違います。違う、俺真面目な亭主なんだけどな。あ、そうか、給料全然この2年間入れなかったから、それで怒ってんだ。2年間よ。違いますよ。おかしいな、真面目な亭主なんだけどな。あ、そうか、会社クビになってずっとお前に養ってもらっていたからな。違います。お父さん、お母さん、聞いてくださいよ、こんな真面目な亭主なんですよ、僕は。かけるけ、お前、俺より悪いやん。ほんまや、お父ちゃんに。
なら恋人同士なろうねと冗談みたいにあの人が私にこっそり5年の前の秋のこと私が15になった頃人なのに今では噂も消えたまま私があの日を思うのは寂しい日暮れにあの人の小さな銀のライターでかすかな炎をつけるときかすかな炎をつけるとき銀のライターでした。今日みたいな一遍みんなでこう舞台でやってみたいですね。そうですね。明日のこの時間までごきげんよう。さよなら。